皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。皆さんお元気でいらっしゃることを願っています。7月29日、現地時間、パリ五輪スケートボードの試合を中継に出演していたのは、元体操五輪代表のレジェンド内村公平氏だ。今回、NHK の五輪キャスターに抜擢され、体操以外の競技も精力的にリポートしている。本氏が彼を目撃したのは、 スケートボードの会場から移動する時の様子だ。内村氏は、路上に泊まっている NHK の車両に荷物を詰め込むと、路肩で男性スタッフと何やら雑談。そして、ポケットからおもむろにタバコを取り出した。男性スタッフらと談笑しながら、一服する内村。五輪キャスターという大役からつかの間、解き放たれ、すっかりリラックスモードだ。 体操選手とタバコといえばパリ五輪代表自体に追い込まれた女子選手でエース格だった宮田翔子選手が頭をよぎってしまいます。五輪直前に未成年の飲酒喫煙が明らかになり大騒動になりましたからね。だからか内村さんも会場から少し離れた場所まで移動してこっそり喫煙している様子でした。現地記者。現地での内村氏には 出演以外にも少し気になることが。内村さんはカメラが回っていない屋外では、いつも大きなサングラスをかけています。日差しも強いし、有名人だからというのはありますが、見た目のオラオラ感が強いですよね、わら。スケートボードの中継では、NHK の宮本町、町、アナウンサーと共演していましたが、 休憩中、内村さんは宮本アナに日傘を差してもらっていました。女子アナに日傘を差させるなんて、さすがレジェンドですね、現地記者。ちなみに、フランスでは原則、屋外ならどこでも喫煙できる。店のテラス席でタバコを吸う人も多く、歩きタバコも常態化している。好きなタバコも吸い放題、おまけに女子アナに接待してもらえるとあれば、 内村氏にとって、フランスの地はさぞかし居心地がいいだろう。動画をご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。